2列目が絡んでくるし、あとは中島もミドルを持っているので、ね、シュートするぞ、フィニッシュ、うわー、先制、東京がまずは先取点、なんと田辺が決めました、0-1FC 東京、前半13分の得点です。まあ、前節同様こう高い力のディフェンスというのがね今ボール奪いましたしショートカウンターが決まりましたよね、はいはい、ちょうど今リポートの入っている間ではありましたが田辺壮太が前に花道できたんですね、うん、ここね、まあ、大森選手のちょっと不用意でねパスを逃す、